子供ながらにその授業が一度直感の音で授業が中断されるっていうのが嬉しくてたまんなかったっていうか、今までの自分の価値観を全部直感の音がぶっ壊してくれたんですよね。学校っていう嫌いで嫌いでしょうがない、なんでみんなと同じようにこんなわけわかんない勉強無理やり覚えさせられなきゃいけないんでやだなやだなっていう、いろんなことが中学の時やって、朝礼あるじゃないですか。学校の校長先生が前だって朝の挨拶する時に、小浜中学校の何年か前まではそのすごく船橋で一番悪い中学校だと思ったね。だんだんみんないいね、いい子ばっかりになってきて、今は本当にいい中学校になりましたっていう話をしてる時に、ちょうどそのタイミングに4つ上の暴走族やってる先輩たちがブラン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 って学校の中入ってきたんですよ。でパララララパララララパララララとか言ってその瞬間校長先生のなんか今そういう話してたばっかりなのにみたいな目パシパシしちゃって、あれを見た時に面白いなと思って、学校なんてあんな先生が偉そうに上から物言ってるけどね、分かったようなこと言ってるけど、暴走族の先輩たち直感の音一発でぶっ飛んじゃうんだと思って、ざまあみろと思って。